ございます。楓ちゃんは北海道に帰っていった。事情を知らない彼女はいつかきっと英子さんを呼ぶんだと張り切っていた。ん、はがき？おっ、コナン君元気？寝かけた楓は今日も元気いっぱいです。コナン君もいつかおいでよ。お婿さんにしてあげるからさお婿さんはちょっと